2024年、5月15日、朝の10時54分、指なんですけど、今のところはまあこれぐらいの状態ですね。まあ少し回復している状態。パソコンを打ち込んだりしていったりしても、まあ指が、ある程度やられてきたりだとか、まあそういうふうな、現象が見受けられるんですが、昨日本当に佳子さま来てなかった。たんでしょうか。その報道ステーションの出演者安藤もアナウンサーは来てませんとか何かそういうふうなことを言ってたんですが、まあ今日の朝も今度来るからっていうようなことが佳子さまの声で聞こえては来ていたんですけども、その昨日の晩で言ったら、まあ、全身力が入らなくて、まあ、もう動けない状態、昨日自体が大体がそうでしたね。だから、佳子さまが来ようとしていたその時間帯から淡井圭介から淡井圭介を取られてるのかもしれない。で、その、この家の横を通り過ぎたりだとか、この近辺に来たりだとか、209号室に入ったりだとか、310号室に入ったりだとか、そうすることによって何かが解決するというわけではなくて、事態が余計に、解決しなくなる。ここしかないんですよ。210号室に直接来るしか。で、前日に何が起きていたかっていうと、服が盗まれてる。それをゲオに、漫画の本を借りに行ったからというような理由だとは思うんですけども、それによって僕は結婚を逃げてるわけでもないし、それは会社法とかによって業に問題があるのであって、私に問題があるわけではありません。それはもう漫画の本を開いてみなかったら、まさか格闘技関係の漫画でね、その、妖怪みたいなもの、まあ、西洋で、日本でいう妖怪のようなもの、西洋でいう、まあ、モンスターみたいな、精錬というキャラクターが、胸丸出しなんか、そんなものを、本を開けてみなかったらわからないことですから。で、それを借りたからといって私が悪いということにするんじゃなくて、それは全然法的に違うんです。刑法175条とかを見てもらったらわかると思うんですけども、あと軽犯罪法とか、軽犯罪法の方では私利も旨を出してはならないとなっています。で、まあそのアダルトコーナー等に関しては、刑法175条で250万円以下の罰金、それプラスいろんな、罪がついてくると、まあ組織的な犯罪だとか、まあいろんなものが、ついてくるときはついてきます。で、まあ、わいせつな画像の件に関してもそういうことになっています。まあ、そのわいせつなその画像だとか、音声だとか、そういったものを分布させてはならないということで、刑法175条でなってますので、それは会社法等によって会社に責任があるのであって、そこの従業員に責任があるんです。従業員も含めて。もう六法全書広げて何回も見せてるんですから。それは、2日前に、月曜日に借りに行った時の、ゲオの店員、国元というものであって、で、その緑の感謝祭で淡井圭介からの心の声で聞こえてたと思うんですよ。まさか月曜日って、その僕の行動パターンを考えてもらったら分かる通り、月曜日に、その、基本的に漫画を借りに行ったりすると、まあ、ワンピースとかそういった部分もありますし、漫画のね、深く関わってる部分とか、だからまあ、もともと、その、講談社さんとか、修練者さんにも言ってるんですけども、少年誌範囲にしとかなきゃならないと、ただ少年誌、その、少年誌の範囲でも、初めの一歩では、描いてはならないところまで描いてしまっている。まあ、そういったところとかも、まあ、通報で、ゲオに関しての通報、まあ、ワードはもっと長いんですけども、なんとか100文字で、題名を収まるようにしなければならないので、まあ、100文字ほどで記載してるんですけども、まあ、昨日 YouTube にアップロードした内容とかを見てもらったらわかると思うんですけども、まあ、その次は、昨日の NHK ニュースウォッチ内の天気予報のところですね、その雷が鳴るだとか、それが、そのね、バキっていう漫画の
キャラクターのレスカイヨウっていう中国系のキャラクターがいるんですけども、そのキャラクターを主人公にした、レスカイヨウは一向にかないませんっていう、もうその辺の話も他の動画でアップロードしている内容で、その説明してるんですけども、いや、もうご一向に構ってばっかりというような、内容なんですけど、真面目に描いてるつもりなんですけども、本当は笑わせようと思ってるなっていうのが、ただ見受けられる。ついつい見てしまうっていう、いろいろそこもね、関わりがあるといえばあるような気もするんです。だからね、それで、いや、関わりがあるからといって、僕から言ってることは、そういう、例えば胸を見せたりとかね、そういったことをしちゃならないっていうことを、集英社さんとか講談社さんとかいろんなところで言ってるんですけども、名前見たら秋田書店だったんですよ。秋田書店って、あんまり聞いたことがまずなくて、秋田県にあるのかなって思ったんですよ。そしたら雷がね、NHK ニュースウオッチ9の放送では今日、雷が鳴る地点で、秋田県のあたりがね、雷が鳴るようで、コンピューターグラフィックが出してきてあると。で、今日は全国的に晴れとか言って、晴れの、放送してるんですけど、本当は天気が崩れるとか、なんか、そういうようなことをね、気象予報士の人は言ってたんですけども、もうわけわかりません、本当に。全体的に、漫画の本借りに行こうが、借りに行かないか、佳子様が僕の自宅に、長い間来ていない。昔来たことがあるのは来たことがあったはずなんですよ。だと思います。とにもかくにもね、その方法、最初から淡井圭介の自宅に来ないで、他の家に入り込んだりしようとする計画プランを練った時点で、多分もう僕の全身からはもう力抜けてる状態になってると思うんです。で、その力を取って昨日買ったのがやっぱり読売ジャイアンツっていうことになるんですよ。昨日のスポーツの結果を見る限り。だ天覧試合でもう本当のことを言いますと、昭和天皇が見に行ってるじゃないですか。で、生まれが東京都でしょ。で、読売ジャイアンツが勝ってしまってるわけじゃないですか。相手阪神タイガース。で、昨日の結果を見ると、阪神タイガースも横浜 DeNA も負けている。で、ロッテと楽天は勝ってるんですけども、その辺のところでね、昨日、佳子様の声で聞こえていたのが20時前に、戦ってるからとか、なんかそういうふうな、言葉も聞こえていたんですよ。どれぐらいの、何時ぐらいにその兵庫県内に入っていたのかどうかとか、何時ぐらいに家を出ていたのかとか、いろんな状況はあるにせよ、阪神タイガースの村上頌樹という昨年の MVP のピッチャーが、逆転負けされてるんですよね。で、昨日動画アクセスできるようにしてるそのホームページ、淡井圭介の履歴の一番と、あと YouTube にアップロードしてる内容。これは両方とも有効であって、一番から見れるようにすることによって、見る人たちが、いると。で、YouTube にアップロードした時点でも有効化されるとは思うんですけど、だから同じ動画で、何回か有効化されるっていう形になるんですけども、そういった部分がなかったらね、こちらを持たないっていう部分があって、また来るからに関して、しっかりと会って話し合いができるような形であれば、いいんでしょうけども、これルールね、プロ野球業界へのメッセージにもしておきますけども、もう家出る時点でね、佳子さまとか他の皇室の人たちも、淡井圭介の自宅に来るつもりがないんだったら、もう巨人とか負けなきゃおかしいんですよ。
本当に。どう考えても。物事何も進まなくなって、もう昨日特にそうだったんですけど、もう全身の力を抜けて、裁判用の書類の進行が、まず、進まない。で、まあ、一応これ動くには動いたんですけども、このブラザーという機械、今度はね、書類がね、印刷したらむちゃくちゃ薄くて、これカートリッジ取り替えたりしてるんですよ。で、これね、印刷できてたらいい、できてなかったりで、もう全然話にならなくて、結局、簡単ネットプリントとかで、コンビニで、まず印刷しなきゃならないみたいな形になってしまってますね。ただもう時刻はね、メジャーリーグのある時間帯だから何なのかとか、もうそれもあるんじゃないかなと思ってしまうんですよ。っていうのは、先ほどカートリッジを取り替えて、白紙のページが、まあまあ、こういうふうにいっぱいあったわけじゃないですか。たくさんね。で、印刷、ものすごく薄く印刷とかね。で、片やそのメジャーリーグの時間帯を避けていた14時から17時ぐらいの間では、一応そこまではないんですよ。真っ白なところのページ。で、これカートリッジ、イエローがもうすぐしたらなくなりますの時で、まあ、こういう状態なんですよ。ただ、文字は薄い、印は薄いんですよ。もうちょっと使い物になるかなどうかで考えたら難しい。で、肝心要の河川水門回収玉発電。まあまあ、地下水流それとトンネル回転扉式発電などや、かまど発電というものが一向に何にも進まなくて、全員自分が正しい行動をしてるっていう考え方をまず捨ててもらって、粟井圭介さんの言ってることが一番正しいで、全員動いてもらうしかないんですよ、皇室の人たちも。だから昨日209号室に入り込んだのが誰かわからないですよ。で、佳子様の声が聞こえていて、その丘の方に歩いてって、そういう声が聞こえてきてるんですけども、その日夕方にも歩きましたし、まあこれ今回プロ野球界の人たちへのメッセージにもしますけども、その数日前に、皇室の人と会いたいんだったらもっと早く歩いてくださいって言ってる人が、岡場の駅前にいたと。また黒い服着ていて髪の毛染めてる女性だったから、あ、もうダメだなっていうのが、それも昔本当は判明してるんですけども、僕は20歳ぐらいの頃。髪の毛染めてては本当に海洋基本法違反なんです。これは本当に正式なルールです。で、そうなってくると、髪の毛染めてる人間が言ってることは嘘なのかどうなのかの話になりますし、政治資金規正法に関しても同じことを言ってるような気がしますし、まあ、もともと亀井静香っていう男性の議員さんの家系の人で、亀井さんっていう人が立憲民主党から出てきてるでしょう。で、昨日のニュースでは国会で何か答弁されてるんですけども、髪の毛染めてるでしょう、女性で。で、本当は、今までの現行の法律でどうとでもなってたのに、それを法改正とか言い始めたり、こう、髪の毛染めてる人間の話はもう信用しない方がいいとか、そういうふうなニュースの作り方なのか、なのか、もうよくわかんない、僕も本当に。で、プロ野球業界の方たちは、まあ、佳子様へのメッセージ、5月13日の分を見てもらったら、まあ、わかりやすいかとは思うんですけども、ちょっともう僕も説明するのに、もう、あれもこれももう、テレビの昨日のワールドビジネスサテライトも多分、以前と同じ、放送してるんじゃないかなっていうのが結構出ていて、券売機。昔の二千円札作った時の話なんじゃないんですか。その券売機をね、新しくこう、新しいお札を作るっていう話、あれももう絶対やめなきゃなんない。今の時代。券売機もそうですけども、それプラス現金で買われるお客様とかもいますから、その IC チップでの読み込みだとか、スマートフォンを使っての支払い。
それとワンセットで新紙幣に対応しなきゃならなくなってきてるから、1台のその端末機でね、ディスプレイ付きの350万円するとか言ってるんですよ。で、そういったものを、買わせて、景気がどうこうとか、工場に仕事を回していたっていうことになるから、新しい紙幣の発行はもう禁止しなきゃならない。これ全部物事を正していくと、ワンと銀行のカードだけでよかったんじゃないですかと。だから昔2000円札を発行しようとしたのも、工業界に、どうでもいい仕事、券売機とかを交わす仕事を、回そうとしていた。票を欲しかった。っていう構図で物事を進めなかったらダメなんですよ。そうじゃなかったら議員さんの人たちが身勝手に新しい紙幣を発行しようとしてしまうから。だからエネルギーの残存量問題を考えたら、次から次へとディスプレイとか端末機作られたら意味ないんですよ。で、大体銀行のそばに店舗があるから、ここまでややこしいことをかん、あの、ことになるっていうことは、あとコンビニもあるでしょ？銀行関係の端末機。現金でもよかったんじゃないの、ないんですかっていうことになるんですよ。だって余計なものばっかり作りたがるでしょ。ディスプレイかとか。気がついたらすき家とかでもそうですし、ね、人間が注文を承って、仕事すればいいのに、変にディスプレイ作りたがるでしょう。で、もう、お客様の方はいちいち、そのディスプレイの使い方について、慣れなきゃならない。で、すべての店舗でそんなことされたら、お客様の方はストレスたまる。お品書きの、そのメニュー表があればよかったのに、伝票ですよ。関西ナンバーワンの売り上げを出していた王朝は。玉突きなんか、それはもう余計な考え方が入ってる人間。国絡みの人間が、もう神戸市立ホテルフルーツラパークのレストランカトリア。そこでも僕、レストランカトリアで店長24歳ぐらいの頃してましたけども、やっぱり玉突き。別に玉突きなくてもよかったと思いますよ。品物の数をあんまり増やさなかったらいいんですよ。品物の数を増やすとどうなるかっていうと、今度キッチンが回らなくなる。各自バラバラにお客様が単品をご注文されると。たかが20人ぐらいのね、お客様でね、全員がバラバラの注文されただけで、もうキッチン回らなくなるんですよ。だいぶ待ってもらわなきゃなんないっていう形になるんですよ。コース料理で、まあ、例えば ABC で分けると、 A コース、 B コース、 C コースがあると、まあ、その3種類ぐらいで行ってるから、現場は回る、キッチンは回るっていう、まあ、自分で料理してみたら分かるじゃないですか。そのスペース的にもそうですし、百何十席もあるようなところでね、その、ある程度品物を限定してもらわなかったら回るわけないんですよ。吉野家さんとかはもともとそういう発想で、牛丼っていうものを出してたんですよ。まあ、一時期豚丼も出しましたけども、スピード、効率よく早く動こうと思ったら、品物を限定するしかないんですよ。だからうどん屋さんはうどん屋さんだったわけじゃないですか。で、夏場は、ざるそばとか、冷やしうどんだとか。まあ、あとは、丼関係。あらかじめ作り置きしておいて、例えばご飯をよそって、まあ、丼物だったらね、上からこう、かけてと。それで入ってこう、すぐ出せる。そういうふうな効率性の良さっていうものを、その新紙幣の発行とか、結局昔も言ったんですよ。議員さんがまず現場出て仕事せなあかんと。だからそれがないから、現場で走り回らないから、余計なことをしたがるんだと。品物を限定して、あとは伝票。これだけなんですよ。IT の普及が良くないっていうことが昔はっきりと判明してる。で、電波で会う方法に関しても、ずーっと何十年も解決できない状況を作ろうとしていた。
それが電波での会う方法だから、ブーっていう声が聞こえてきたんですけども、まあ、それは小川夏実の声なんですけども、これね、本当は秘書の人間とか言ってる、テレビ局の。で、またそいつは髪の毛染めてる女性なんですけどね。で、全身黒ずくめ。もしかしたらエロ業界の方かもしれない。いらない、いらない、そんな人間。毎日放送の関西の方のテレビ局ですよ。毎日放送の秘書室で見かけましたね。昔、2003年のホテルオークラ神戸にもその女性は来ていて、まあ、もともとフルーツラパークでも来ていましたね。なんかもう、どこの誰か分かんないのに、名前すらも知らないですよ。そんなに私がいいんだったらとか、何かわけの分かんないこと言ってるんですけども、結局、僕と、会うふりをして、実際会って話し合いをしないで、顔を取りたかったんじゃないかと。それは、佳子様だけじゃなくて、他の人、男性も含めてですよ。だから、会いに来ようとする人たち、に関して、もう別にテレビに出てる時の顔ぐらいで、特別若返りとかを図らなくてもいいでしょうし、しっかりと電話連絡とかで、あとは僕の自宅へ訪ねてくるでいい、良かったはずなんですよ。だ顔は欲しかったんでしょ？僕を利用してっていうことになるんですよ。で、何が問題かって言ったら、そういうややこしい方法を使用されることによって、ずっと裁判が進まない。裁判妨害される。例えば、昨日もよく晴れていたから、佳子様が来たらどうしようということで、セブンイレブンに、コピーしに行ったら、現れないかもしれないとか、コンビニエンスストアって、いかがわしい本とか昔置いてたでしょ？一時期はなくなったりとかしたんですけども、まだいつはびこるかどうかわからない。刑法の175条で250万円以下の罰金を何回も押収したらいいんですよ、政府が。この辺なんかコンビニがね、一つの駅の区間で田尾寺から岡場駅の間に4店舗もあるんですから。普通に考えて、自分で実費で交通費でこの辺りに来てる人たち、男性も女性も含めてですよ。それでも来たくなるっていうのは、結局は、顔のとかの部分があったからなんじゃないですか。で、僕を利用して顔作りっていうのはもうやめてください。僕の顔はもう、使用させませんということでいいと思います。そしたらこう自然とこう遠方に行くことが金銭的にも時間的にも負担だっていうことをしっかりと分かっていれば、しっかりと僕に電話かけるでしょうし、しっかりと僕と予定組むでしょうし、そのずっと引き延ばしの方法って本当はそれ国会議員の人たちが一番最初にし始めたんじゃないですか。そうでしょう。本当は実質的な権力者は国会議員の人たちですから、表立っての部分とかも含めて、昔は引き延ばし政策、引き延ばし政策って言われてたんですけども、かつての水門開始ぎ玉発電に関しても、まあ国会議員の人たちだけじゃなくて、各都道府県の知事、市長、全員1万円ずつ出したらね、簡単に、まあ1万円じゃなくても5000円でも1000円でも、一時的に貸すような形で、で、それでこそね、それを設置。